ごちそうさまでした。うん、今日は減量の野菜入るんですかね。うん。 A さん昨日産地回ったんでしょ。まあどうだったんです。おかみから減量の野菜の廃棄の予感もらってんだ。それ以上は闇で仕入れることになるから、いくら手を打ったってなかなか元に行きやしねえ。払わなかったら休んでもいいじゃないか。割り当ての原料もだけ作ったって結構な商売さすまってんだ。何も焦ることはねえよ。本当に産地回ったんですかね。回ってきましたよ。おいじゃおばちゃんにもう信用ないんだから、もうあることないこと疑われてさ、やめちゃうよ。今日八尾秀と話し合ってくる。八尾秀にもっと原料を回してくれるようにって。なんだって八尾秀は全国相手に野菜買い付けてるから、産地から直接仕入れるよりは高くはつが、それが一番だ。うん、今日はだから工場の点検しててくれ。煙突だいぶ掃除してないだろう。はい。おじさん今日出かけるの。まあ何か。うん、別に。ごちそうさまでした。うん、あ、お姉さんお先いただきました。慌てるんだったら早く出ればいいのよ。ああ、なんだ、春ちゃん。今出かけんの？おじさんも商船乗るんだ。一緒に行こうか。おじさんにお話ししたいことがあるんです。どっかでお話聞いていただけますか？なんで改まっちゃって。一緒になるなんておかしいと思ったよ。そうか、おじさん出かけんの待ってたのか。大事な話。じゃあ急いでるなんてつらんねえな。学校大丈夫？学校どころじゃないんです。なんだか深刻そうだね。行こう。おじ平吉の素行に疑いを抱き始めた春樹は、どうしても平吉の口から本当のことを聞きたいと思い詰めていましたが、そのチャンスが思いがけずすぐに訪れていたのでした。今そのチャンスを目の前にして春樹の心は揺れ動いていました。いらっしゃいませ。今の若い人たちはこういうところでおしゃべりして時間潰してんの。一杯のコーヒーで何時間も。おじちゃんが春樹ちゃんぐらいの時は大きな酒に奉公しててね、朝は4時に起きて店の掃除して一日中配達して歩いて、夜は12時頃までカウンターの立ち飲み客相手してさ、睡眠時間はせいぜい3時間。それを14の時から6年近くも文句一つやつ勤めた。文句なんて読むんだ、そっくりだよ。辞めさせられたら行くとこがねえからさ、どんな横車を押されたって黙って辛抱した。その時おばちゃんと出会ったの。ああ、おばちゃんよく気のつく優しい人でね、台所手伝ってたから夜中お腹空いただろうっておむすび持ってくれてさ、食事もろくに食べさせてもらわず夜遅くまで働かせるだろう。あんな嬉しいことなかったね。その境も大正12年の大震災で焼けちまって、それ消えちまったんだけどね。その時おばちゃんも身を寄せるとこがなくなっちまって、結局おいちゃんと二人帰る家のないもん同士一緒に助け合って。おばちゃんのこと愛してた？よしてくれよ、そんなチャージなもんじゃないよ。ただただおばちゃんをお守りしなきゃって、そういう一年だった。うん、とにかくよくしてもらってね、お店にいる時から憧れてたからね、一生大切にこの人を幸せにしなきゃって。うん、俺と晴れたなんてもんじゃないよ。ただただ大事な人だった。今もその気持ち変わりないよ。けどおばちゃんほら一回り年下の奉公人だろ。おばちゃんの身内はみんなおばちゃんが不自然なことをしたっつって怒って縁切られちゃってさ、その時春樹ちゃんのお父さんだけが味方になってくれて、ポンと酒屋やる資金出してくれたんだよ。おばちゃんがいてくれたから辛いことも辛いと思わず働いてくれた。今の暮らしもできるようになったんだ。おばちゃんはおじちゃんにとって母親でもあり恋人でもあるんだ。
この世に二人とない人だ。うん、やだね。なんでこんな話になったのかね。男の人ってそういう大切な人がそばにいるのに他の女性に子供を産ませたりすることできるの？え？おじさん子供5人いるって聞いたから。本当？嘘よね。そんな大切に思ってるおばちゃんがいるのに他の人とそんなね。私はおじさん信じてる。変なこと言ってごめんなさい。でもなんだか気になっちゃってごめんなさい。子供のこと誰に聞いたの？誰でもいいじゃない。根も葉もないことなんだから。いるよ子供、5人いる。ハルちゃんもう子供じゃないから話せば分かると思う。よそから変に聞かされて誤解されるよりちゃんと話せた方がいいのかもしれないな。大丈夫？ごめんなさい。うん、大丈夫大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。その子たちの母親とは15年前に知り合ってね。そうだ、ハルキちゃんをうちで預かった時だ。御用聞きに行ってたお宅の下働きしてた子なんだ。うん、魔が差したっつうか、おばちゃんに比べたら天と地ほども違う女だった。おばちゃん大事な人だけど年上だし、なんかこう遠慮みたいなものがあってさ。けどその子といると気兼ねがなくて妙に安らいだ。男って勝手なもんだよ。おばちゃんへの気持ちはみじんも変わってねえのに、おばちゃんとは正反対のような女にも惹かれていくんだ。そのうち子供が生まれた。もう別れるわけにいかなくなって、いつの間にか子供が5人になってた。嘘でしょおじさん、嘘でしょ。けどもちろんおばちゃんと別れるなんてそんな気はもうとねえんだ。あっちは父親の責任として経済的な面倒もいるけど、長坂の家とは一切関係ねえんだ。おばちゃんや親族夫婦には分かんないようにあっちにはよく聞かせてある。あっちもおばちゃんと一緒になるそういう気はねえんだ。そういう約束の付き合いなんだ。おばちゃんがかわいそう。おばちゃん何も知らないで「兵さん兵さん」って。おじさん呼ぶ時おばちゃんすごく嬉しそうな顔してるもの。私もおばちゃんの顔見れないわよ。おじさん平気なの？せめておばちゃんには一生隠し通せるよ努力する。それがおばちゃんへの愛情だと思ってる。それはどんなことがあったって守り続けるよ。だって民子さんも心臓さんももう知ってるわよ。そうだろうな。けど心臓だって民子だってバカじゃねえんだ。こんなことがおばちゃんの耳にあったらただで済まないことぐらい、それぐらいの分別あるだろう。ハルキちゃん
春樹ちゃん、おばちゃんのことを守ってあげてね。おばちゃんだって誰よりも春樹ちゃんのこと可愛いんだから。春樹ちゃん、おばちゃんのことをひどい男だと思ってんだろうな。けど男なんてみんなバカで悲しいもんなんだよ。ごめんね。午前中講義サボったやろ。なるべく講義は出とった方がええで。大学なめたらあかん。くだらん講義かてちゃんと出席して、え、単位取っとったら人生のパスポートもらえんねんから。それがあるのとないのとじゃ同じ人間かて世間の通りは違うてくる。大学ってそんなとこや。意外と真面目なのね、竹中君。当たり前やん。わいは芝居やりたいけど才能があるかどうかっちゅうのは未知数や。もしかしたら見切りつけにならんかもしれん。そしたら普通に就職せな一生棒に振ることになるんやさかい。そんなことまで考えてるんだ。そうか、女はええんや。結婚中滑り止めあるよってな。けど男はそういうわけにはいかん。大学出てな金持ちの娘引っ掛けることもできんよってな。私帰るわ。つまらない講義出ても仕方ないもん。今日はな、君に芸術家の仲間紹介しようと思って、それで待ってたんや。実は今度仲間で芝居すんねん。けど女優がいてへんねん。で私女優やった。やってみな分かれへん。いや女優分かんかったら他に手伝ってもらいたいこといっぱいあるし、何でもトライしてみることやって。学生時代しかないねんからこんなことできんの。いや君な連れてくるって仲間に大見え切ってきたんや。お前の顔立ててくれるだけで嫌やったら実行とあったらええねんから。竹中君の頼みなら仕方ないね。ああ大喜利、ああよかった大喜利。色はまだ決めたいんだけども、まあ、大体こんな感じで見てても下は下、下これ履かない。全員注目、国文科の高倉春樹君や。叔父と会ったあと、虚しい思いで落ち込んでいた春樹には自分の意思などなく、どうでもいい気持ちで陽介についてきたのでした。でもこの小さな未知の世界で春樹が自分の夢を見つけることになるなど、春樹はもちろん誰も思ってもいないことだったのでした。